ちさあ、佐々木チャンネルのプレイ球ニュース。はい。ということで、えー、ただいま入ってまいりました。えー、嫁入巨人軍、菅野智之投手、34歳が、コンオフ、海外フリーエージェント FA k をコーチして、アメリカ大リーグ、メジャーリーグ移籍を、えー、目指す意向だと発表したと。ね。まあ、報道陣の取材に対して、えー、僕自身やっぱり向こうでプレイするという気持ちでいると、球団には意向を伝えさせてもらったと。 f.a. 権交渉を明言したと。え、取材ではですね、え、ジャイアンツでプレーすることももちろん素晴らしいことではありますけども、え、やっぱり2020、2020年に行けなかった時に、そういうのはずっと僕の心の中であったと。2020年、え、リーグ制覇、セリーグ制覇して、え、オフにポスティングシステムを申請してメジャー移籍を目指したけども、え、アメリカ球団との交渉が成立しなかったと。球団には、 えちょっと前に、えー、意向を伝えましたと。で、えー、菅野は球団から、えー、戦力的には痛い,いけど応援するっていう風に言ってもらえてありがたいですと。自身ハストは日本一の栄冠を勝ち取ることだけだと今は心の中にあると、えー。クライマックスシリーズでしっかり勝ち上がってチームが日本一になることをしか考えていないと、現時点では。で、シーズンが終わったタイミングでもう一回自分の口から話しさせてもらいますと。 え、育ててもらった巨人のために全力を尽くしますということで、まあ、今季はね、このサ々木チャンネルでも言ってきましたけども、キャンプでね、5年ぶりの初日からブルペンに入って、精力的に今年にかける思いをしっかりやってきて、ね、本人が最低でも15勝がノルマですっていう本にね、ヒーローインタビューでシーズン中にも言ってましたけども、え、現状ね、結果、15勝3敗、防御率1.67、え、ということで、え、久しぶりのね、 4年ぶりかにリーグ優勝になって、まあ昨年ね、B クラス、B クラスっていうね、えー、ところで3年連続 B クラスになるわけにはいかないっていう中でね、え今年リベンジのね、えリーグ優勝を結果的に残して、まあここからね、日本一になるかもわかりませんけどもね、えしっかり結果を残して、ね、最後の挑戦っていうところで言うとですね、まあこれはもうプロ野球ファンも含めて、日本の野球界にいる すべての人たちが、えー、応援するんじゃないのかなと。えー、今シーズン、僕月1.67。まあね、1位が、あの、高橋浩となんでね、僕月は2位に、えー、なりましたけども、勝ち星はね、これはもう最多勝確実というところでね、えー、15勝3敗、ね、脱三振、えー、111、ウィップ0.94。素晴らしい、クオリティスタート、24先発の中で18回、えー、関東3回、関東1回、無死球3回と、 申し分ない、働き、156.2イニング、しっかり投げてね、1年間ローテーションを守ってっていう中ではね、非常に、えー、素晴らしかったんじゃないのかなと。で、脱三振は、まあ、10位と111個ね、1位がとこの156個なんで、まあでもね、そのしっかり三振も取りながら打たせ取る。どうなんだろうね、今年、ム村賞、筆頭なんちゃうかと思う、俺思うけどね、ここに来てね、 東郷、あ、菅野が前回沢村賞を取ったのが17、18年連続で取ってるんでね。で、そしたらここに来て24年、7年ぶりの沢村賞もあるし、えー、最多賞も20年以来、だから4年ぶり、えー、もうタイトルもなるしね、えー、非常に素晴らしい活躍だったんじゃないのかなっていうね、ところはあります。それで今ね、え、ドジャースの、えー、ベッツがね、契約している代理人事部署、Y、えー、VC、 スポーツグループというね、えー、代理人事務所と、まあ、契約したっていうところになりますけども、もうこれはね、まあ、本人も行きたかったしね、今まで、えー、そのタイミングとかね、チャンスとか、いろんなね、えー、本人の成績とかいろんな兼ね合いのもとね、なかなかチャンスがなかったっていうところもあって、まあ、今回ね、今現状34歳、えー、35歳になる、もうラストチャンスだからね、もうこれはね、多分ね、K、大型契約とかね、その契約のことは、ほぼ多分もう、あの、気にしないと思うんだよね。 もう最後の夢をね掴み取るジャイアンツを、ね、久しぶりのリーグ優勝にそして個人のタイトルももう1回取ってもう日本で自分のやるべきことは全部やったと、えー、言っても過言じゃないと思うんだよね。 でまあ、今年、ね、メジャーに行った今永も、ね、大活躍もしている、まあ、大谷翔平のニュースがずっと駆け巡ってくる、ね、ダルビッシュはまだ現役で長期契約しながら、ね、今、プレーオフを戦っているパドレスの一員だと松井裕樹も頑張っている鈴木誠也、ねえー、吉田正ね菊池雄星、ねえー、いろんな選手が海を渡ってチャレンジしてそこで結果を残しながら、ねえー、花びやかな、ね、プレーのスタイルを、ね、本人、見ててて、ね、いけるもんなら行ってみたいよね、それは誰しもが。 思思ううことだとだし、えー、で今ね、ね、まあ、本人も苦しかったと思うけども、えー、ひょっとしたらね一部の人で言うかもしれないこれからクライマックスシリーズ日本シリーズ戦っていかなきゃいけないのになんで今なんやっていう人がいるかもわかんないけどもうこれはね今言わなきゃいけない逆にねもう今、アメリカも、えー、プレーオフ戦ってるけども プレイオフも敗退したチームもしくは、えー、プレイオフに出れなかったチームは、もう来季に向けてチーム編成をどうしていこうかっていうところで考えてるだかまあ菅野で言えばね、もう若手じゃない、伸びしろあるわけじゃないからね、若手じゃないから、もう今もう最終形にいる中の大ベテラン。でそこで早めにメジャー移籍を公言して、えー、そのね、テーブルの上に自分の名前を え出してね乗せてもらわないともう早く早く早く早めに早めに動いていかないとそのチャンスがどんどん少なくなってくるからねだから逆に言うともう遅いぐらいだよねねもう本当にねもうあのー、1秒でもね 一日でも早く自分がメジャーに挑戦するっていう意向をね、えー、示して、ね、メジャー3十九団の編成、GM の中で菅野をね、どうしようか取ろうかどうかっていうのをチーム編成を一から考えていくときに、ね、そこの選択肢を入れてもらうっていうところはね、そういうネガティブな発言する人があのひょっとしたらね、いるかもわからないけども、これはね、今言うことにめちゃくちゃ大事だし、重要になってくるんだよね、その編成に向けてはね。 だから、あの、本人としてもね、チームにひょっとしたら迷惑かかるんちゃうかとか、これで負けたらそんなこと言ってるからやとかね、打たれたらそんなこと言ってるからやっていうね、悲しい発言をね、えー、する人がひょっとしたらできてくるかもわかんないけどもね、それはちょっと考え方のね、間違いだね。やっぱ今言わなきゃ、逆に今言わなきゃいけないっていうところで、まあ、この判断も尊重したいしね、このチャレンジっていうのも、まあ、多くの皆さんがね、あの、後押ししてくれる、満場一致で応援、ね、これはジャイアンツファンだろうが、ジャイアンツファンじゃなかろうがね、 満場一致で応援してくれるようなことを示したんじゃないかなと個人的には思うけどもね、個人の成績を残した。でそしてチームの成績もリーグ優勝として残した、ね。ここまでジャイアンツに、ね、素晴らしいぐらい貢献してきたと。ね、これ以上もう何を、ね、チームはファンは望むんやと、ね。これはもう気持ちよく、ね、送り出して最後の、ね、菅野の、ね、野球人生、ね、野球選手としての最大の夢、ね、最高の場所でプレーさせてあげようと、ね。全員が思うんじゃないのかなと。 あとね、この35歳になる段階でメジャー挑戦して、どこまで、もうオールドルーキーだからね、もう本当映画と一緒、オールドルーキーだけども、これでまたどこまで結果を 残せるのかどこまでこれで通用するのかもう逆に楽しみだねこれもっとねこの、まあ、野球界以外でもねこのねまだ35歳パリパリのねこのベテラン野球界でいったらもう大ベテランだけどもねだからその社会でもねベテランとかね年配の人でもまだまだ本人やる気になったら日本でももちろん世界でも通用していくんやっていうねところのね夢や希望に、ね、なる可能性もあるから逆に今どこまでね メジャーで通用するのがめちゃくちゃゃく楽しみだね、まあ、日本で言うとね斎藤隆さんが横浜からメジャー挑戦した時が36歳になる年にメジャー挑戦だから菅野はまだ一歳若いわけだよねしかも斎藤隆さんはそこからメジャーに挑戦して月間、ね、優秀選手にもなったしオールスターにもね出場したっていうね素晴らしいね、まあ、ストーリーがあるわけだから菅野はまだ一歳若いからね斎藤隆さんよりもねそういったところで言うとね まだまだねチャレンジする気持ちもあるし今年のねボール見てたら本当にまあねあの今年は特にフォークボールも良かったし多彩な変化球とともに、ね、このテクニックとね抑えれるねでまあまだ力強さもあるしねテクニックでも抑えられる能力っていうのはまだまだねメジャーでも通用するんじゃないのかなっていうところではねあのぜひともね多くのねまあ、この今年はね日本のドラフトにかからないで メジャー挑戦するっていうね選手アマチゃんの選手も出てきたしね、えー、アメリカの大学にね行ってからそこからメジャー挑戦するっていう道もあるしねもちろんプロ野球入ってっていうね早めにポスティングでメジャーっていう道もあるしこの菅野のようにねもう全てのものをねやってきてもう最後にねラストチャンスでね自分の夢を追いかけてメジャー挑戦するっていろんなね選択肢まあ、どれが一番正しいかは分かんないけどもねいろんな選択肢の中でね夢が広がっていくっていうところでは非常にね喜ばしいことだしね。ね まあもちろんね、ねここからあ佐々木も、ね、ジャイアンツリーグ優勝ね予想してましたからありがとうございますね、まあ、その中でクライマックスでまあ、日本一っていうね素晴らしいねファンの皆さんのプレゼントとともに、ね、メジャー挑戦に釣れればね最高にいいストーリーになりますけどもまあ、ここから、ね、クライマックスシリーズン日本シリーズどう戦っていくかっていうところはね非常に楽しみでありますし日本のねファンの皆さんにはダストチャンスかもわかんないでも、このままねカブスか、ね、ドジャースに入ったら来年ね 開幕戦、カブスとドジャースが日本だからねそこで凱旋試合っていうのもねあるかも分かりませんしねどういう夢が広がっていくのかね皆さんが応援していただけると思いますしねみんながね拍手してね送り出していけるんじゃないのかっていうところでね、まあ、佐々木チャンネル菅野のねメジャー挑戦発表を受けてね動画撮ってみましたね素晴らしい決断だしねこれからも本当にねどんなヒ、えー、ストリーが生まれるか斎藤隆さんのように、ね、オードルーキーでいっても素晴らしい活躍もあるんで実績もあるんでねそこら辺、まだ菅野はねまだまだね えー、いけるんで、こっからサイヤング賞とかね、アメリカで取ったら、沢村賞、サイヤング賞のね、ダブル受賞でね、これもまた夢広がるしね、菅野にはね、本当に頑張ってもらいたい。えー、そしてね、まあ、今プロ野球界ね、いろんなことが起きてる。ね、阪神の小型監督退任だったりとかね、藤川新監督、えー、有力家とかね、 えー、立浪さんのね対談だったりね西武ね鳥越コーチヘッドコーチだったりねいろんなプロ野球ねこのストーブリーグね監督コーチ選手もねうごもいく中ねこう移籍とかね新任とか出てくると思いますけども、えー、YouTube で言えないことたくさんあります。はいえー、佐々木ライブ ありますので、えー、そこではね袴田さんの魔法で皆さん記憶が忘れるっていうところがあるんでね是非いろんなことを聞きたい方ここではしゃべれない話があります佐々木ライブね農会大阪東京ありますので是非そちらでねマル秘エピソード持ってね、えー、駆けつけますので是非楽しみにしてくださいということで菅野メジャー挑戦の佐々木チャンネル速報でした頑張れ菅野